市重工業は2018年度にグループで新卒の事務系社員が入社しないことを明らかにした。グループ全体で事務系を数十から200人規模で採用してきたが、業績が悪化しており、初めて事務系社員の採用を見送る。毎年数百人規模が入社する技術系社員は予定通り採用する。グループ全体の就業人数は 82,728 人、3月末時点。ネットの声、マジか、 AI 化だろ。もう経理は AI 化だろうな。うちみたいな弱小でも取り組み始めてるし、政府が社会保障を全部企業に押し付けようとしているし、労働法規の運用も厳しくなってきたからな。人を雇うことにすごくコストがかかるようになってしまっている。機械化、AI 化の流れは止められんよ。大阪でよくある内側から潰れる検診地だな。こりゃダメだな。次は三菱か。お前らが文系職を擁護しているとは珍しい。大本営発表では景気が緩やかに上向いてるんじゃなかったのか。造船でも飛行機でも何年も計画変更で納期を延長に延長を重ねてたら業績も悪くなるって。このご時世に経営悪化とか無能集団かよ。飛行機いつ使えるんだよ。韓国でもサムスンが技術系しか採用しない、文系いらないとか発表して入学志望者が理系に集中したという。これからは理系はトレンドになるんじゃね。そもそも文系なんて本物のエリート以外必要か。文系の仕事なんて一部の専門職を除いて誰でもできるだろ。それこそ AI でも事務員に研究開発はできないけど、技術者に事務をやらせることはできるよな。余った技術系を事務に回せば済むからな。経理能力の空洞化待ったなし。5年後悲惨なことになる。中途で優秀なのを雇えばいい。そりゃ大手なら AI 化とデータフォーマットの統一で事務職を9割は削減可能だからな。当然の結果だろう。日本の事務職員数は多くて労働生産性を下げてるわけだし、楽な作業は AI ロボットに置き換わるんだね。 AI 化で事務が最初に消えていくのか、事務の新人女の子という数少ない出会いがなくなるのは寂しいな。ついにこの流れがやってきたか。これからデスクワークは最低限プログラミングぐらいできないと厳しいだろうが、定年まであと20年事務職でいさせて。